はい、こんにちは。今日はペンタトニックの、弾き方で、ペンタトニックってこう1,2,3,5,6 ってあるんですけど、これをどうやって使うかっていう時に、使うのが結構難しいと思うので、最初にこの3つの音だけを使って練習するっていうやり方でやって、でその次に、この別の音域のこの音で使ってやる。でこれでやっていって、ニュアンスみたいなものを、掴んでやっていくと、このドレミだけでもすごいかっこよくなって、まあ、そんな感じでコードを F と C 音 E っていう2つでやってみたいと思います。 1,2,3 をやっていくんですけど、こう真似してもらう形式でやってもらうんですけど、それをこう装飾、上からとか右だったらこの風に、装飾することで結構かっこよくなったりするので、そういうのを入れながらやっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。次はソラードのところでいきます。
はい、まあ、こんな感じ で次はこの全部でやってみます。これをやった後は、まあ、この音域を広げるっていうので自由にやっていくって感じです。自由に弾いてるだけなんですけど、練習していくと、ペンタトニックが、ちょっと練習しやすくなると思うので、これ結構楽しく、これだけ使っててもなんかそういう風な感じにならなかったのが半音階と、これだけ使っててもそうならなかったのが半音階をこうニュアンスをつけるだけです。ちょっとギターっぽいニュアンスがついて結構かっこよくなりやすくなるっていうのが、まあ、なんとなく分かれば。ちょっとこれあのベースとリズム流してるときに変な音になるときがあるんですけど、まあちょっとそれはちょっと申し訳なかったんですけど、なんか雰囲気、練習のやり方だけ使ってもらったらいいと思います。ありがとうございました。